アッツ島沖海戦。アッツ島沖海戦は、第二次世界大戦中にコマンドルスキー諸島近海で、起きた日本海軍と、アメリカ海軍との間の海戦。連合国軍側の故障は、コマンドルスキー諸島海戦。バトルオブザ・コマンドスキー・アイロンズ。アッツ島沖海戦。連合軍側故障コマンドルスキー諸島海戦は、1943年。 昭和18年3月26日、現地時間3月27日、日本時間にアリューシャン列島近海で行われた海戦。アメリカ海軍は日本軍のアッツ島方面への輸送を阻止しようとして艦隊を派遣、日本軍輸送船団を護衛する第5艦隊との間で昼間水上戦闘となった。日本艦隊の稚拙な指揮により米艦隊は退避に成功した。 また、第5艦隊は、開戦後にバラムシル島を液頭したため、アッツ島への輸送作戦も失敗に終わった。これ以降、アリューシャン方面における日本軍の輸送作戦は極めて困難になる。本海戦の結果は、アッツ島玉砕の原因となった。日付変更線をまたいで行われた開戦なので、資料によって日付と時刻にズレがある。 日本側の記録がアトックプラス9を使用しているのに対してアメリカ側はアトックマイナス10を使用しており19時間の時差がある。1942年昭和17年6月上旬日本軍はミッドウェー島の占領を目指すミッドウェー作戦の一環としてアリューシャン作戦を発動アッツ島キスカ島を占領した。日本軍は 輸送作戦を繰り返し行い、両党の守備を強化していった。一方のアメリカ軍は、空襲と潜水艦の投入によって、日本軍に対抗した。一例として、7月5日の海戦では、駆逐艦あられが、キスカ島沖で、アメリカ潜水艦、グログラーの雷撃で沈没、同潜水艦により白縫いと霞が大破した。同日、近海で駆逐艦シビが、 潜水艦トライトンにより沈没。同年10月17日には、キスカ島沖にて、駆逐艦初春とおぼろが空襲を受けおぼろが沈没、初春が大破した。また輸送船も多数撃沈された。同年10月下旬、日本軍は、アッツ島を再占領して、防備強化を開始したが、飛行場の設営と防備強化はなかなか進まなかった。1943年、 昭和18年1月下旬、アメリカ軍は、キスカ島南東のアムチトカ島に飛行場を建設し、空襲を強化した。また、2月には、チャールズ・マクモリス少将が指揮する艦隊が進出し、日本軍の輸送船を攻撃し始める。2月19日、米艦隊は、アッツ島を砲撃し、翌日には、アッツ島を輸送に従事中の輸送船、赤金、丸を、 従順洋艦インディアナポリスが撃沈した赤金丸事件。このため、この方面を担当する日本海軍の第五艦隊、司令長官、細海母司郎中将、参謀長、大和田昇大佐は、輸送船の護衛と米艦隊の撃滅に従事することになった。三月十日、第十一位船団、特設水蒸気母艦が余る輸送船丸、先泊丸は、 従順洋艦2隻、那智、マヤ軽順洋艦2隻、玉ま、木曽、駆逐艦、若葉、八島、雷、電、薄雲の護衛の下で、あ島に到着、輸送を成功させた。続いて3月22日、第21、同船団、輸送船朝霞丸、先と丸、三峡丸が、従順2隻、那智、第5艦隊機関、マヤと第一水雷戦隊。 司令官、森友和少将等に護衛されて、バラムシル島を出港した。この戦団には新任のアッツ島守備部隊隊長、山崎安寄陸軍大佐が同乗していた。マクモリス少将も日本軍の輸送を予想し、本海戦の数日前から従順洋艦、ソルトレークシティなどからなる艦隊でアッツ島を起用していた。日本艦隊は、 天候悪化のため厚倒突入を1日遅らせ27日と決定。また、日本艦隊主力は合同できなかった第2護衛部隊、駆逐艦、薄雲、輸送船、三京丸との合流を目指し、27日午前2時に一旦反転した。当時の日本艦隊は、主体、第21戦隊、那智、真矢、玉、第21駆逐隊、若葉、初島、護衛部隊、 第一水雷戦隊、阿武熊、第六駆逐隊、雷、電、老船団、浅香丸、咲き止まるという区分である。三月二十七日未明、厚島とカムチャッカ半島の中間海域で、従順、なち、マヤ、ケージュン、玉、阿武熊、駆逐艦第二十一駆逐隊、若葉、初島、第六駆逐隊、雷、殿及び輸送船二隻、朝香丸、咲き止まる。 アッツ島守備部隊隊長、山崎康よ陸軍大佐道場からなる、日本艦隊、従順2、軽巡2、駆逐艦4、輸送船2と、従順ソルトレークシティ、機関、軽巡リッチモンド、ラルフエスリックス大佐式化駆逐艦4隻、ベイリー、コグラン、デール、モナガンからなる、アメリカ艦隊、従順1、軽巡1、駆逐艦4は、互いを警戒していて、 偶然遭遇した。連合国軍艦隊が日本軍輸送船団を撃滅しようと進撃し、これを日本軍護衛艦隊が阻止、溶撃しようという点で、スラバヤ沖海戦と似た状況であった。北方へ向かう日本艦隊は、戦闘から、なち、機関、細ヶ谷中将真谷玉若葉八島阿武熊、一水戦機関、森少将から雷浅香丸先泊丸から電から、なる、単獣神で、 その後方からベリー・コグラン、リッチモンド・ソルトレーク・シティ・デール、モナガンという米艦隊単純人が追尾するという状況であった。午前2時頃、艦隊最後尾にいた駆逐艦電話、敵艦隊発見を第一水雷戦隊司令部、アブクマに報告したところ、同司令部は第二護衛戦団、三教丸、薄雲と判断して、第五艦隊司令部に報告しなかったとされる。 アブクマスイライチも、後方から接近する艦英を、当初は別動隊の輸送船団と考えており、敵艦隊と判明して、司令部は大慌てになったと回想している。3時5分、日の出1時間前、現地時間及びアメリカ側の記録では26日8時頃、イカトッ区プラス9で記述、リッチモンドのレーダーは、日本艦隊を捕捉。マクモリス少将は輸送船を狙って、 艦隊を突進させるが、相手が従順二隻を含むとは気がついていなかった。3時10分、朝霞丸はマスト発見を報告。続いて、阿武マも米艦隊の存在を全軍に通報した。3時20分、阿武マは米従順をマハ型1、駆逐艦2、続いてペンサコラ型 K 順一駆逐艦2を報告。細谷司令長官は、 日本艦隊は護衛してきた輸送船に電の護衛をつけて北西方向へ退避させ、ナチイカは重かじ反転、右旋回しながら南下してアメリカ艦隊に接近した。これは米艦隊の退路、アリューシャン方面を立つと同時に、風上側、当時北東の風を占いくらいして有利に攻撃を行う意図があった。3時40分、互いが徐々に距離を詰め、 ほぼ同時刻に射撃を始め、攻撃戦を主体に戦闘が展開された。アメリカ艦隊のマクモリス少将は迎撃する。日本艦隊を無視して輸送船の撃滅を狙う。細川中将はこれを阻止するため突撃を加盟するが、双方とも高速発揮が可能な巡洋艦部隊であり、互いに決定的なダメージを与えられなかった。日本艦隊では、 第一水雷戦隊の戦闘準備が遅れていた。戦闘準備をしていなかったため、司令部は大慌てだったという。また燃料節約のためボイラーを一缶のみに落としていたため速力を上げられず、32ノット発揮可能になったのは午前4時頃であったという。このため、従順二隻、ナチ、マヤが戦闘の主軸を担った。ナチ水雷庁によれば、 予想外の敵艦隊出現によりあてた結果、ヒューマンエラーが発生して、砲塔の電源を切ってしまい、手砲法違反が使用不能になる。そこで、各砲塔での個別照準、個別射撃になったという。日本艦隊は午前3時42分に砲撃を、開始すると、ナチは2の4分後に酸素魚雷8本を発射した。マヤは4時7分に魚雷を発射したが命中しなかった。 ナチも集中砲火を浴び、雷からは、ナチ環境から黒煙が上がる光景が見られた。ソルトレークシティの第3、第4聖車が命中したと見られる。ナチ水雷鳥は、駆逐艦の砲弾だと改装する。環境後部への命中弾で、手砲射撃式装置が故障。ナチ水雷鳥の改装とは異なる、砲がは照準となる。マヤでも射撃式の混乱から数分間射撃を、 中止した。遠距離砲戦に終止するなち、マヤに対し、3番カンタマは、米艦隊に接近する進路を取って主体から分離、合同したのは6時30分であった。対する米艦隊も、戦闘の中止を検討していた。トーマス・シーキン系ドテ督トクは、マクモリス少将に対し、5時間以内の航空支援と、対却戦を考慮するようありの通信を送る。 米艦隊は西へ向かった後、戦闘を切り上げるべく南へ転進する。後期と見た、細ヶ谷司令長官は5時2分に全軍突撃を加齢。ところが、米艦隊の砲撃が一水戦機関阿武熊に集中し、同水雷戦隊は速度を落としてしまった。一方で、ソルトレークシティも重大な損傷を受けた。日本側従順の手砲団が中間半を貫通。 機関室に漏水が発生、機関が一時停止したため、機関、リッチモンド及び、駆逐艦4隻は円幕を展開して、日本艦隊の視界を遮った。もしこの時に、ナチ、マヤを含めた全日本艦隊が突撃していれば、米艦隊は全滅していたと思われる。形成不利となった、米艦隊は、これ以上の西方への闘争は、日本軍勢力圏に近づいてしまうと判断し、 南方へ転進する。細谷司令長官は再び突撃命令を加齢した。だが、日本艦隊は最短接近進路を取らず、米艦隊の後を追いかけるような航路を選択したため、距離は一向に縮まらなかった。午前6時、第一水雷戦隊は艦隊に、接近、6時15分に魚雷を発射、その後はブクマは6時37分に砲撃を開始、雷、 初下は6時40分に砲撃を開始した。その後も追撃戦が展開されたが、アメリカ艦隊の駆逐艦に煙幕や雷撃で追撃を妨害された。さらに、米艦隊は、最後の弾着による水柱に向けて、急を行う、遮断回避運動を実施して、ほとんど命中弾を受けなかった。しかし、ソルトレイクシティに、ナチの手砲弾が命中、ヒューマンエラーも重なって、 同艦の機械は一時停止し、会場に停止する。ナチの関西偵察機1号機はこれに気づき無線で、伝えたが、ナチはこれを受信できなかった。マクモリス少将は、駆逐艦レールに、煙幕展開を命じ、また残りの3隻に、魚雷攻撃を命じた。米駆逐艦3隻は、煙幕の中から飛び出して突撃資料艦を援護、これにナチは気を取られ、米従順にとどめをさせなかった。 アメリカ艦隊の左舷側を航行する第一水雷戦隊は、ナチ、マヤに後続すべく90度右に変身し、アメリカ艦隊の右舷側に出ようとした。一方、アメリカ艦隊は左に90度変身して東方へ退避を図った。6時50分、マクモリス少将は、ソルトレークシティ上院のリッチモンドへの異常を加齢、ところが、奇跡的に機械が動き出し、ソルトレークシティは、 脱出に成功した。七時頃、細ヶ谷中条は、機関な地の損害及び空襲、そして、艦隊の砲弾不足、燃料不足を警戒し、ソルトレイクシティの撃沈まで、あと一歩のところで撤退を決定、アッツ島への輸送も中止された。アッツ島沖海戦は、航空機や潜水艦の介入なしに行われた、太平洋戦争中の数少ない海上戦闘となった。 戦力は日本艦隊側が優勢だったが、アメリカ艦隊に接近できず遠距離砲撃のみとなり、双方とも決定的な損害を与えることができなかった。ナチは20センチメートル砲弾832発、マヤは主砲904発、広角砲9発、魚雷8本、艦上機1機を主砲爆風で、破損陶器、ソルトレークシティは832発、 日本艦隊は巨雷43本、米艦隊は巨雷5本をそれぞれ発射、特に巨雷は一本も命中しなかった。戦略的に見ると、米艦隊は日本軍の圧倒への増援を阻止するという目標を達成した。逆に、日本側はアリューシャン作戦の強行を主張していたはずであった、細谷中将の誤った判断、敵空襲部隊の到着は、 海戦終了のはるか数時間後、決定力不足、時間のわずかな損害等を気にし今そこにあった勝利をミスミス逃してしまったが、災いとなってしまい、同時に主目的であったアッツ島陸軍守備部隊への増援、武器弾薬、物資等の補給が立たれ、山崎部隊長のアッツ島上陸も、多大に遅れ、以後第31潜水艦によって4月18日期となった。 また、アッツ島、キスカ島への補給は、潜水艦のみによって実施されることになった。本海戦の結果は、後のアッツ島の戦いに少なからず影響したと見られる。米艦隊撃滅を期待していた、大本営では、第五艦隊の、我敵を東方に移す。追撃をやめ、バラムシリに帰投すの電報を受け落胆したという。自重部艦城、栄一郎大佐は、 昭和天皇に対する軍令部総長の総乗を聞いて以下のように記録している。また本海戦は、スラバヤ沖海戦、サマール島沖海戦と並び、戦前、米軍の3倍とまで言われていた日本海軍の遠距離砲撃の命中精度が、実は米軍並み、下手をすればそれ以下だった例として挙げられることがあり、一部で論議を読んだ。まゆず春を、 従順とね艦長等は、法術家の立場から本海戦を振り返り、第5艦隊の将校に問題があったと、海軍反省会で指摘している。眉湯によれば、戦闘後の研究会で二上延ノさん、海兵51、マヤ法術長が、鉄鋼弾と通常弾を区別せずに発射していたと証言していた。違う性質の弾頭を同時に発射するため、散布界が安定しなくなるという。 また、第五艦隊司令部が米軍機の空襲を恐れすぎて、米艦隊に接近しなかったこと。さらに、日本海軍は、兵装の射撃訓練において、主砲包囲板が破損、故障したことを想定した方がは、照準訓練、各砲塔の照準機を用いるを軽視しており、従って、本海戦において、ナチの包囲板が損傷、もしくは故障すると何もできなくなったという、 訓練上の欠陥も指摘している。マヤは接近するアメリカ巡洋艦と遠ざかるアメリカ巡洋艦を取り違えた。さらに広格法のためのデータを手法法術長に送り、残弾があったにもかかわらず前弾打ち尽くしたと勘違いするという失態を犯した。同じく、アブクマイ海水戦艦艇も敵艦隊の予想進路を間違え、 逆に発射運動のため敵から遠ざかるという失敗を犯した。二隻の輸送船の護衛に回った伝の商法は、戦闘に参加した他の第五艦隊各艦の消極的姿勢を強く非難している。開戦後の4月1日、細川野中将は第五艦隊司令長官、北方部隊指揮官を解任され、公認として、 河瀬史郎中将が着任した、ただし細谷と河瀬の人事は、海戦前の3月17日に内定済み。また、第一水雷戦隊司令官、森友和少将は6月初旬に脳一血で倒れ、後任として木村正富少将が6月8日府で、第一水雷戦隊司令官に任命された。同年の1943年、昭和18年2月に、 日本軍のガタルカナル島撤退が行われ、ソロモン諸島の戦いは一つの山場を越え、次にニュージョージア島の周辺で日本軍とアメリカ軍の攻防が予想される状況であった。そのため、アメリカ領を初めて占領されたアメリカ軍にとっては意義のあるアリューシャン方面の戦いの前哨戦にあたる海戦であったが、日米の双方ともに重要視されなかった。勢略的に見ると、 アメリカ領土の一部を占領されていることに対する国民感情。ソ連が対日参戦した場合に飛行機の中継基地にしたいとの思惑から、米軍はアッツ島、キスカ島の攻略作戦を発動する。5月12日以降の戦闘により、山崎部隊長率いるアッツ島の日本軍守備隊は5月29日に玉砕したアッツ島の戦い。キスカ島に対しては、化合作戦。 キスカ島撤退作戦が実施され、日本軍は7月末にキスカ島から撤退した。その後、太平洋戦争終結まで同方面で大きな戦闘が起きることはなかった。富山三郎、海軍少佐、駆逐艦、佐々波、時津風公会長等、防衛大学校教授は、アッツ島機械戦の細ヶ谷中条とキスカ島撤退作戦の木村少将を対比して、 軍隊は即死機関なりということを改めて痛感させられる。すなわち弱小の下では勝利はおぼつかなく、一度優勝が現れれば、霧が晴れるごとく戦場の問題の多くは難なく解決されるのであると結んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。